もう一つ、これはね、やっぱりね、許すべきでないのはね、脱火事件ですね。これは福田武夫さんの時ですけれどもね。昭和52年9月28日。これは私まだ生まれてないですね。パリ発、東京行き。なんかパリ発なんとかと、パリ行きとかなんかあって、なんか、イーストブートの映画にありましたけどね。でもそうじゃなくて、パリから出て東京行きの飛行機がですね、インドのボンベイ空港を離陸直後にハイジャックされてですね、乗員 14人、乗客142人、で、これ犯人含む、が乗っており、そのうちの一人が幼児だったということです。で、これがね、脱火空港っていうふうに言われてるのはなぜかって言ったら、バングラディッシュのですね、脱カ空港に行ってですね、で、緊急着陸をしたというところから脱火空港。でね、これね、これもね、あの、バングラディッシュでもですね、すごい迷惑かけてるんですよ。これなぜかって言ったらですね、軍隊がね、もうみんなそのハイジャック事件に追われてる最中に、クーデター騒ぎが勃発するんですよ。 もう本当映画みたいな世界ですよね。だって、そのテロリストと交渉している軍が、よし、今、軍が手薄であるということでね、そのクーデーター勢力がねや、やって重傷を負っ,ったと。で、そのなんか、正常が不安定になっちゃったということまで起こした事件なんですが、これはね、ちょっとね、 びっくりするような事件で、これ私はね、ここにね、戦後日本のね、やっぱり一番ね、うん、情けない姿が、あの、こう、にしめたようにね、うん、象徴されているというふうに思いますね。えー、ハイジャック解決には3つしか選択肢はないというふうにですね、サッサ先生はね、えー、言うんですね。えー、それは何かと言ったらですね、えー、一つはですね、まあ、多分誰も思いつくと思いますけど、これが強行突入ですね。犯人射殺。で、2番目がですね、えー、これが、 人命尊重。ただこれカッコでしときたいのは人命尊重と主張するけど、実際には何をやるかっていうと、犯人の要求を受諾。えー、で、さらに、極中の同志釈放。まあ、全面降伏ですね、簡単に言ったらね。あの、人命尊重ですって言って、もう言われた通り全部やります。というやり方。で、もう一つがあると。第三はですね、引き分け。で、引き分けっていうのはどういうことかって言ったらですね、極中の同志釈放と身代禁止払いはまず拒否すると。じゃあ。ただし、犯人側にですね、セーフコンダクト。 あこれは安藤健と訳しますけどね。犯人に、ま要するにですね、邪魔しないでその国まで行かせてどっか向かってる国まで行かせてやるということ。それともう一つはですね、政治、非、え、合、ー、ですね。で、これは、あの、まあ、自由、政治的にポリティカルアサイラムと言うんですけど、まあ、要するに、あの、まあ、行かせてやると。いうことで、ね、二つともね、まあ、安全なまま行かせてはやると。あの、そこに望むところにね。ただし、 お金とか、犯人の要求であるですね、お金出せとか、同よを釈放しろとか、そういうことはないと。まあ、これ、全面的には負けてないわけですよね。同う,うの解放とかまでやってないということで、まあ、言うなればですね、あの、ヨドゴーハイジャックの時はね、まあ、これに近い形でしたね。つまり、行かせたでしょえ結局。彼らをもう強行的に、本当はヨドゴー事件の時もですね、韓国で、 え、平壌空港だって嘘のね、えー、あの、作ってですね、韓国に、えー、着地させてですね、あの、いろいろやろうとしたんだけど、バレちゃう。すぐバレちゃいましたね。で、それでダメだ。強行突入とかね、準備もしてたんだけど、これうまくいかなかったわけです。で、結局北朝鮮まで行ったわけですね。で、洗脳されたわけです。んだけど、まあ、乗客は無事だった。で、これ乗客無事な、どころかですね、これがですね、あの、身代わりの人質を作るんですよ。 政府交換って言って、この時はね、えー、山神という人間がね、言って、あの、えー、政治家がね、自分が乗客とあ変わると言ってですね、言ったわけですよね。で、これはまあ、あその当時評価上がりましたけどね。で、これ、えー、と、交換ですね。だからこういう交換もやって早めに人質は解放してあげると。要するに、向こうの民ですからね。ほんと、そういう時にこそね、政治家は行けと。 いうことですよね。で、これはね、私は立派なことだと思う。政治家として、やっぱそれをやる、あの、立派な仕事だと思いますね。どうなるかわかりませんから、北朝鮮に行ってね。その後どうなるのか全くわからない状態だから、まあもしかしたら選挙対策だとかね、そういうのを思ったかもわからんけど、でも、まあなかなかできることじゃない。で、これをやったっていうのは、やっぱ政治家として立派なことだと私は思いますね。で、そういうことをやるわけですけど、で、落下事件はどうだったかと言ったらですね、まさにね、え、これ2番。 だったわけですね。その後にですね、えー、ルフトハンザ空港でですね、ハイジャックに対してドイツはですね、えー、この、えー、国境警備隊を突入させて強行解決を行った。これはすぐ後に起きた。だから対局的だったんですね。では、なんだ日本と、ああいうふうにですね。 で、まあ、これ強行突入犯人射殺しかないんだ。というのは、ネタニヤフとかね。イスラエルは、この、エンテベ空港っていうのでね、の時なんかもこ、れこれ強行突入してね、エンテベの奇跡を起こしたわけですよね。あの、エンテベ空港でですね、殺されちゃったのが、ネタニヤフって、イスラエルの首相のお兄さんだったんです。この人は、やっぱり、あの、イスラエルの英雄なんです。特殊部隊にいてですね。 で、まあ、あの時犠牲者も、えー、すめてたんですけどね。だけどあ、ほとんどの人をね、助けることができたというい、奇跡ですよね、ほとんど。でも、そういうのやった。それに対してですね、まあ、余同語の時、じゃあ、えー、3だとするならば。これ、人命尊重要求自宅、犯人の仲間、あ釈放、身代金と、これ全部やりますよ、というふうに言ったのが、まあ、福田内閣だったんですよね。で、その時が、えー、一人の命は地球より重いと。全然わからんと。 なんで60億人が住んでる地球とですね、一人の命を比べてね、え地球より重いと全然意味がわからないですね。そう、もまさに名言ですよね。あの、迷う方の名言ですね。何言ってるのか、ちょっとサンドイッチマンじゃないけど、ちょっと何言ってるかわかんないっていう世界になってきますよね。これ私は本当に、あの、意味不明な言葉だなというふうに、いつでも思います。で、この時のですね、大きなね、ポイントはですね、何かって言ったらですね、やっぱこの、釈放を求めてきたわけですよ。で、そのね、釈放を求めてきたね、 リストがですね、あって、そのね、釈放をね、どんな人にやったか、これね、全部載って、この、さっさ、ササ本に載ってますからね、これをですね、ちょっと、あのご紹介します。びっくりしますよなぜね、この人たちが選ばれたのかよくわからないんですけどね、名前が上がったのは9人のね、釈放を求めるというふうに言ってそれは何かって言ったらですね、まあ、この奥平順蔵という人、これはですね、ハーグ事件、この、さっき、あの、シノさんのやつですね、ハーグ事件とかですね、そういうのに加わった人、これを、 日本に強制送還されていた。で、この人。それから、大村敏夫。で、これはですね、京都地方公安調査庁爆破事件で指名手配されていて、で、カナダに不正入国しようとして強制送還された、えー、人物。そして、えー、上垣、えー、という人物。これはですね、赤軍派が資金調達のために行った M 作戦というのを行って、えー、これ銀行強盗の実行隊長。白、えー、崎務。 で、これもですね、やっぱり、あの、銀行強盗の実行隊長ですね。で、それからですね、知念伊佐と、この人はですね、昭和50年7月、沖縄姫りの塔で、当時のですね、皇太子、同妃、両殿下に火炎瓶を投げつけた犯人。要するに、あの、上皇后陛下ですね。上皇陛下と上皇后陛下。このお二人のところに火炎瓶を投げつけたというのでね、まあ、この時もう大変な事件でした。 それからですね、大道寺、あや子。これもですね、連続企業爆破事件の犯人の一人。それから、これちょっと読みにくいんですけどね、駅田ゆきこと。これも同じく連続企業爆破事件の一人。それから、千水博これはですね、文京区で起きた強盗殺人事件の犯人。共犯者と共に留守番の重役夫人を視察して現金1万4000円を奪い、さらに犯行を隠すために奪った鍵で玄関を施錠して逃走。 無期懲役となって千葉刑務所に服役していたが、2年前に、えー、旭川刑務所に遺憾されていた前科4班。この人はね、思想的なあれじゃないんですよ。思想的なつながりが見えないんですで、もう一人がですね、二平明。これはです。これもしもね、よくわからないんですけども、昭和51年8月にですね、東京都台東区で立ち帳弁、立ちン弁してたということを咎められたことをきっかけで、仲裁に入った男性を視殺して逮捕。 まあ、用を足してたところで、やめろというふうに言われて怒ってですね、仲裁に入った人間を刺殺しちゃった、殺しちゃったという、まあ、す、そんなこ、このもなんですよね、これね、本当に。こんなことあるのかと思いますけど。一審で懲役10年の判決を受けたのだが、これを不服として控訴。えー、前科7班。 このね、最後の二人は思想性が見えてこないということで、このなんか、わからないと。どのような理由で日本籍軍はこの9名を指名しているのかは不明だったということなんですが、ただ二人に共通していたのは、千葉刑務所、東京地所でそれぞれ国内の改善運動をしていた。 要求運動を通じて赤軍派とのつながりができたのではないかと推測されたということなんですね。確かにね、これは改善、もっとしろしろってこの本の中でも書いてるんですよ。極のね、中の改善。はあ、そういうところを通じてつながるってこともあるのかとね、やっぱり不思議なことってあるなという,うに思いましたけど。まあこれをね、全部。 出せと、いうふうに言ったんですね。で、この時、もう、もう,う、右ろうさをしたわけですよ、福田内閣はね。でも、この時にね、あの、私、やっぱりこれは、やっぱりしっかり言っとかなくちゃいけない,ないと思うんですけど、まあ、あの、議論があったんです。つまり、あの、どうすべきかね。要するに、あの、最後は総理が決めたわけですけれども、忘れてはいけないのはですね、福田はじめ一って書く、う、政治家がですね、この時、法務大臣かなをやって、え、いてですね、 この法務大臣は、この超法規解釈といって、人命はね、地球より重いという解釈に対して断固反対してですね、まあ立派なのはですね、閣議決定に際して辞任ということなんですよね。これ立派で、こういう政治家はやっぱりもっと我々、あの、注目しなくちゃいけないんですね。やっぱり、あの、正しいことをやるためにね、もうここは私はこれ、署名できないと。閣議決定に、サインしなくちゃいけないじゃないですか。私はこんなのサインできないと。 言って、まあ、辞任したと。これ立派だと思います。この後、えー、議長はやってますよね、この方ね。でも私は、あ、こういう政治家がね、いたっていうことは、まあ、少し。 救いになるかなと思うんですよ、日本の中で。みんながみんなね、ああ、もう、うおさおしてね、いやあ、ちゃえちゃえ、と、こういうことだったらね、話にならないわけですよ。で、このね、犯人たちっていうのは、これ言ってるだけじゃなくて、本当にね、怖いですよ。冷酷だっていうのがね、書いてあって。犯人たちはですね、午前6時から人質の乗客を一人ずつ射殺すると脅してきた。しかもその順番として、まずアメリカ人、続いて乗員、乗客を処刑していくと。もう、狂気ですよね、これはね。 自分たちの欲求通らなかったら一人ずつ殺していくっていうね。これがね、平和運動ですかね。狂気以外のもの感じないですよ、この事件からはね。で、まあ、最終的に日本は全部これを受け入れて、で、彼らはアルジェリアに行くわけですけどね。で、これも日本赤軍なんですよ。